おはようございます。4月23日土曜日、1日をちょっぴり元気にするような名言を紹介するよ。今回は八村塁選手の名言、 NBA で活躍中のバスケットボール選手ですね。日本人初の NBA ドラフトされた期待の選手です。そんな八村選手が残した名言は、自分のバスケに対する思いを変えずしっかりやっていきたい、自分を負けずに戦った目や目標に対する思いというのは大切です。その思いが夢への原動力となっています。やり方は変わったっていいんです。ですが夢への思いや信念というのはブレてはなりません。強い思いが夢や目標を叶えます。今日は自分の信念を見直そう。モチベーションがさらにアップするかもしれませんね。それでは皆さん、今日も元気に頑張っていこうぜ。えいえいおー。